京都府立久美山高等学校は京都福祉郡久美山町林に所在する府立の高等学校。1975年に入居が始まった久美山団地を主な要因とする人口増加を背景に地元で誘致運動が行われ、久美山町発の府立高校として1980年に開校した。学校の立地は 高校の進学者数が急増していた近隣の宇治市と、上陽市も通学区域になることを想定して、組山町東部が選ばれ、1年目は、組山町立、三巻、佐山、東角、宇治市立西大久保、平成、伊勢田、上陽市立古川、久津川の各小学校区を指定する形で、スタートした。1985年には、小学区制を部分的に廃止した。 新高校教育制度が始まったことに伴い、普通科大アイ類と第2類、第3類を設置。中でも3類は山城北通学圏唯一の体育系で、それまでの格好横並び状態から脱却した特色のある教育課程となった。2004年からは山城北通学圏と山城南通学圏が統合されて、アイ類の総合選抜が廃止されたことにより、 より広い地域から受験生が集まることになった。2011年には山城通学圏で累計制度が廃止され、I 類が S コース、2類が A コースに改変。3年後の2014年には府内全域で累計制度が廃止されたのに伴い、3類も名称変更して P コースとなっている。生徒の約80%が部活動に加入している。 サッカー部は第89回全国高等学校サッカー選手権大会に準優勝した競合である。久美山町内に鉄道は通っていないため、最寄り駅からはバスが推奨される。近鉄大久保駅が最も近い。バス停は久美山団地下車すぐ。ありがとうございます。